ベネベント、ベネベントは、イタリア共和国カンパニア州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約6万人の基礎自治体、コムーネ、ベネベント県の県都である。ローマ人がこの地を支配下に収める以前からの古い歴史を持つ都市で、ローマ時代にはアッピア街道の重要都市として繁栄した。中世には、南イタリアを統治するベネベント公国の首都であり、 11世紀末以降は19世紀のイタリア統一までナポレオン時代を除き強行領であった。この都市の周辺では古代以来何度かの重要な戦闘が行われており、ローマがピュロス王を退けた戦い、紀元前274年、第二次ポエに戦争中の戦い、紀元前214年、紀元前212年、シチリア王位をめぐる戦い、1266年が、 著名である。ローマ時代には、ベネウェントムの名で呼ばれた都市であるが、もともとはマレウェントム、あるいは、オスク語由来のマロエントン、と呼ばれていた都市である。オスク語もしくはサムニウム語での名はおそらくあるいは、で、ここからという語形が導かれたものと考えられる。は、おそらくは、史上が立った場所を示しており、古代の地名としては、ありふれた要素であるとする説がある。 ローマ人たちは、マレウェントムという地名を、悪い出来事に通じると返し、悪いを、良いに改めて、ベネウェントムとした。なお、この解明については、悪い風、良い風とする解釈もされている。古代、この都市は、サムニウムの主要都市の一つで、マレウェントムと呼ばれ、カップア、古代のカップアは、現在のサンタマリアカープはベーテレの場所にあったの、 東約5 0トルにくらいおける川、現代のカローレ河は河半、アッピア海道沿いの都市であった。この都市がどの部族に属する都市であったかについては食い違う記述がある。プリニュスは明確にヒルピニ族の都市であると記しているが、リウイウスはヒルピニ族とサムニウム人をはっきり区別た上で、ヒルピニ族はサムニウム人の一部とされることがある。 サムニウム人に属するものであろうとしている。プトレマイオスもリウウスと同じ味方である。古代の著述家たちが非常に古い都市としてこの都市を表現することは一致しており、ソリヌスとビザンティウムのステファヌスは都市の設立者をディオメーデースに介している。この伝説は住民たちによって受け入れられていたもので、プロコピオスが著述した当時、六世紀の住民たちは、 彼らがディオメーデースの子孫であることの証拠として、カルドーンのイノシシの牙だというものを示したという。フェストス、S、V オーソニムは、それと異なり、オデュッセウスとキルケーの息子であるアウソン、アウソンによって設立されたとしており、これはサムニウム人によって征服される以前はアウソニ人の都市であったという伝承を示しているという。ともあれ、歴史においては、 サムニウム人の都市として現れている。すでに強力な都市であったことは確かなようであり、古代ローマ人は紀元前四世紀半ばから三度にわたって繰り返されたサムニウム人との戦争、サムニウム戦争でも最初の二度は攻撃に踏み切ってはいない。最初に現れるのは第三次サムニウム戦争、紀元前298年紀元前290年においてであって、 正確な時期は不明であるが、ローマ人の手に落ちた。紀元前274年、ピュロス戦争において、ピュロス王がローマによって退けられた戦い、ベネウェントムの戦いが近郊で行われた当時には、この都市がローマの支配下にあったことが確実である。その6年後の紀元前268年には、ラテン市民権を持つコロニア、植民史が設立され、 その所有権を確保した。この都市がベネウェントムという名で言及されたのはこの時が最初であるが、これはそれまでのマレウェントムという名をローマ人たちが不吉なものとして意味、より縁起の良いものに変えたものである。ローマの植民地としてのベネウェントムは、間もなく繁栄した都市となったようである。第二次ポエニ戦争、紀元前219年紀元前201年においては、 カンパニアに近いことや要塞としての堅牢さから重要拠点とみなされ、ローマの将軍たちが繰り返し陣取ることとなった。この都市の近隣では、この戦争の二つの決戦が行われている。紀元前214年の第一次ベネベントゥムの戦いにおいて、カルタゴの反応はティベリウス・センプロニウス・グラックスに敗北した。紀元前212年の第二次ベネベントゥムの戦いにおいては、 トウモロコシなど膨大な物資を蓄積していたハンノの野営地がローマの失政官クイントスフルーユスフラックスによって襲撃で奪取された。その領域はひとたびはカルタ五人によって荒廃したが、紀元前209年には戦争継続に必要な軍資金と男性の割り当てを拒出する能力があり、供出する意志があったラテン職民氏18氏の一つであった。同盟史戦争。 紀元前91年、紀元前88年のサイのベネウェントムの動向に関する文献記録はないが、多くのサムニウムの都市がかぶった災難からは免れているようである。ローマの共和制が終幕に至る時期、ベネウェントムはイタリアの最も華麗で繁栄した都市の一つとして描写されている。第二回三政治の下で、ベネェントムの領土は三人の執政官によって、 分割され、彼らに従う、古参兵に分配された。その後、アウグストゥスによって新たな植民主が設立され、カウディウム、現在のモンテサルキオの領域を併合して、その領域は拡大した。また、ネロによってと名付けられた第三の植民主が、設立された。このため、セプティミウス・セウェルステイの時代の碑文には、という名で現れている。ローマ帝国の元においても、 ベネウェントゥムが重要で繁栄した都市であったことは、今に残る遺跡や碑文から10分に証明される。ヒルピニ地方において最大の都市であったことは、疑いなく、南イタリア最大の重要大都市カプアに次ぐ規模であったと考えられている。この都市が幹線道路であるアッピア街道が2つに枝分かりする分岐点であったことが、都市に繁栄をもたらしたことは、疑いない。 分岐した街道の一つは後にトライアナ街道と呼ばれる道路で、アエクム・トゥキクム、現在、のアリアーノ・イルピーノを経て、アプリア、現在のプッティア・州に至った。もう一つの街道は、アエクラヌムを経て、ウェヌシア、現在のベノーザやタレントム、現在のターラントに至った。都市の繁栄を物語るものとしては他に、ベネウェントムで鋳造された貨幣がある。ホラティウスがローマからブルンウム、 現在のブリンディジへの旅気にベネウェントムを描いたことはよく知られている。ネロ、トライアヌス、セプティミウス・セウェルスといったローマの皇帝たちがたびたび訪問する栄誉を受けたのもこうした環境によるものである。114年にトライアヌス帝の外線門の建設地としてローマの元老院と市民によって統治が選定されたのもおそらくは同じ理由である。 ダマスカスのアポロドーロスによって建築されたトライアヌス帝の外旋門はカンパニア地方において最も良い状態で残されたローマ時代の建築物である。この外旋門はホロロマーノにあるティトゥスの外旋門の形式を繰り返したものでトライアヌスの生涯とその知世の偉業を称えるレリーフがなされている。彫刻のいくつかは大英博物館にある。歴代皇帝は 都市の領域を拡大させ、様々な公共建築物を建設している。少なくとも名前を与えているようである。都市は行政上の目的で、当初はヒルピニ族の残余と共に管轄されていた。後にカンパニアに並行され、その属州の総督の管轄下に置かれた。住民たちは氏族、トリブスに含まれた。帝国の解体に至るまで、ベネウェントゥムは重要性を保っていた。 ゴート戦争において、都市は、トーピラによって占領され、し壁は破壊されたが、間もなく公共建築物と共に修復した。P ・ダイアコナスは、非常に裕福な都市で、周辺地域の首都であると描いている。ベネウェントゥムは、文学が育つ土地であったようである。文法学者オルビリウスは、当地の出身で、ローマに移る以前はこの都市で人々に教育を、行っており。 その栄誉を称えて、友人たちによる彫像が制作された。また、現存する碑文には、やはり文法学者であるルティリウス・アイクアヌスや、その他地元では名詞であった、ベ弁家や詩人たちも同様名誉を持って、記録されている。ローマ帝国期のベネウェントムの領域は、かなり広いものであった。西には、カウディウムの領域を含んでいた、カウディムの町そのものは除く。 北には、タマルス川、現在のタマヨ川まで広がっており、パグスウェアヌス、現在、ノーパーゴベアーノの村を含んでいた。北東には、アエクムトゥティクムが含まれていた。東と南は、アエクラヌムとアベリヌム、現在のアベリーノの領域と接していた。碑文には、その退屈下の村や、地区の名が載せられているが、現在のどの場所にあたるのか否定することはできない。 ベネベント公国は1053年、バンベルク司教領と交換の形で皇帝ハインリヒ3世から教皇レオ9世に平和理に割上された。ベネベント大司教ランドルフ2世は退陣するまでの2年の間に改革を推進するとともにノルマン人と同盟した。ベネベントは南イタリアにおけるローマ教皇の世俗権力の基盤であった。 教皇は教区司祭を任命し、教区司祭は宮殿にあってこの地の統治に当たった。1266年には、ベネベント近郊で、シチリア王、マンフレーディとシャルルダンジューが戦い、マンフレーディが戦死した、ベネベントの戦い。1806年、ナポレオンはタレーランに、元首の称号を与えてこの広告を与えた。タレーランはこの地に居住することも、 彼の広告を実際に統治することもなかった。1815年、ベネベントは再び教皇領に戻った。1860年にイタリア王国に統一された。ベネベントには以下の分離集落、フラツェオーネがある。ベネベントにはローマカトリック教会の大使教座が置かれている。この都市にあるサンタソフィア教会は世界遺産の構成資産に指定されている。 ベネベントには魔女ストレーガーの伝説がある。この伝説からストレガと名付けられたリキュールがベネベントで生産されている。プロサッカークラブとしてベネベントカルチョがある。ホームスタジアムは楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。